皆さんこんにちは、スワクボラのジローです。今日はですね、ボールパイソンのね、ブリードする際のお嫁さん、お婿さん選びのポイントについてね、お話ししていきたいと思います。YouTube ライブとかでね、よくいただくんですけど、その際にね、よくよくお答えしてるのが、今飼ってる子、どうしていきたいですか？色を明るくしたいですか？暗くしたいですか？柄を大きく変えたいですか？っていう質問をよくします。僕のね、根本的なブリードの考え方についてね、結構詳しく深掘りして説明していきたいと思います。僕のね、どういう考え方がベースで、こういうモルフがある、こういうモルフの考え方だから、こういう組み合わせで選んでいくよっていうね、ことをね、話していきたいと思います。まずですね、ボールパイソンのモルフっていうのはですね、カラーモルフっていうのとね、パターンモルフっていうのがね、大きく分けて2つあるわけなんですが、カラーモルフっていうのはですね、まあ、ボールパイソンのノーマルの子の、柄とかね、ヘッドスタンプ、頭の柄とか、目の横のラインとか、お腹のこの柄のところを全く変えずに、色だけ変えてくれるモルフですね。代表的なものだとバナナ、共有性遺伝、有性遺伝で有名なものだとバナナがね、一番最初に上がるかなと思います。で、カラーモルフね、結構劣勢が多いイメージがあって、例えばアザン。結局アザンもノーマルから黄色の色素が作れなくなる遺伝子欠損なんですよね。パターンにはね、全然影響を与えずに、ノーマルから色素がなくなるイメージですね。で、アルビノとかもそうです。あれもですね、チロシンキナーゼっていうのが作れなくなるんですけど、イメージとしては黒の色素が作れなくなる遺伝子欠損なので、ボールパイソンもね、柄は変わらずに色だけ変わるモルフになります。なんで、アルビノ、ラベンダーアルビノ、普通のアルビノ、トフィーの、キャンディーの、T プラスアルビノもみんなそうですよね。ウルトラメルだったり、モナークだったりとか、T プラスアルビノ、T マイナスアルビノもね、みんなカラーモルフになります。そんな感じで、ね、色素以上のね、モルフになります。なんで、デザートゴーストとかも、カラーモルフになりますね。ざっくりこんなもんかな。やっぱ、有性のカラーモルフって少ないっすよね。カラーだけ、もう本当に色を変えるだけの、モルフっていうのは少ないと思います。なんか抜けてたらごめんなさい。で、それとは別に、パターンモルフっていうのがあります。このね、パターンモルフはね、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。有性モルフ、共有性モルフの、パターンモルフだと GHI、レオパード、スポットノーズもそうだし、もうこうやって見せたらいっぱいあるっすよ。モハベとかもそうですよね。柄変わりますよね。レッサー、バンブーっていう感じでね、かなりパターンモルフっていうのはいろいろあります。で、劣勢もね、いろいろあります。クラウン全然違うですよね。あとジェネティックストライプとかトライストライプとかストライプ系のもね、劣勢のパターンモルフとして有名ですよね。ね、カラーモルフとパターンモルフっていうのがまあ大きな括りとしてあって、カラーとパターンね、どっちも変えるよっていうモルフもね、いっぱいあります。例えばサンセット、レッサーとかもそうだと思います。色もパターンも変わってるっていう感じでね、カラーモルフとパターンモルフ両方持ち合わせてるよっていうモルフも存在しますと。なんでこれが大事かっていうと、カラーだけ変えるよ、でパターンだけ変えるよ、どっちも変えるよっていうモルフの特性をね、なんとなく分かってた方がブリードっていうのはね、選びやすいです。これはどういう風にいくかっていうと、例えばレオパードの子を飼ってます、 GHI の子を飼ってますね、ジローさん、この子どういう風な子と相性がいいですかっていうね、質問された時に、じゃあ僕は逆に聞くんですよ。その子のまずどこが好きですかと、GHI の何が好きですかと。で、例えば、GHI の色だけを変えたいんです。もう GHI はもうこの柄が大好きなんですって言われたら、じゃあバナナとか入れてみたらどうですか？ GHI バナナは GHI の柄のまんまでバナナ色になりますよとか、もう色をパッキパキの黄色にしたいですって言われたら、あ、じゃあパステル入れてみましょうと。パステル GHI にしたら、ちょっとパターンは変わっちゃうんですけど、色もっと明るくなりますよと。パステル GHI って、普通の GHI よりもパターンが乱れるんですよ。これはなんでかっていうと、パステルっていうのはカラーモルフに見えがちなんですけど、パステルっていうのは色をね、明るくする作用、プラス柄をね、乱す作用も持ってるモルフだったりします。で、それがね、GHI とかレオパードとかね、パターン変える系のモルフと混ざると、さらにね、柄が乱れるっていう特性を持ってるんで、そうね、相性を考えるときに、単純なカラーモルフなのか、パターンモルフの特性を持ってるのかっていうのをね、一緒に考えてあげる感じかな。なんで、こういうね、質問をしていただく方
もう大歓迎なんですけど、ある程度この子をどうしたいかっていうのは思っていてくれると僕がですね選びやすいし、飼い主さん自身もね選びやすいんじゃないかなっていうふうに思います。例えば他には、GHI の柄が好きでもっと乱したいですって言われたら、ああじゃあスーパー GHI にしたらもっと乱れますよとか、もっと黒くしたいですって言われたらスーパー GHI ブラックヘッドにしましょうとか、スーパー GHI アザンにしましょうとかね、いうふうにご提案ができるかなって思います。まあ、カラーモルフ、パターンモルフっていうのがあって、で、それも今すでに飼ってるこのね、モルフがあって、その子のどこの部分をどういうふうに活かしたいのかっていうので、カラーモルフを選んできたり、パターンモルフを選んできたり、カラーモルフとパターンモルフ混ざってる子を選んできたりっていうふうな選び方をします。で、その次にヘテロ持ってる子いますよね。例えばヘテロクラウンだったりとか、もうレッスンモルフをすでに表現として出てる子、クラウンだったりとかアザンだったりとか、こういう子はねまた選び方が変わってきます。もうそもそもその持ってるレッスン遺伝子ですね、クラウン、アザン、アルビノを子供に継承させたいのかどうかっていうのを、お聞きしますし、自分のブリードする中でも、まず決めます。クラウン残すのか残さないのか、アザン残すのか残さないのかっていうのを決めます。なんでかっていうと、レッスン遺伝子っていうのは、オスとメスどっちもその遺伝子を持ってて初めて出てくるモルフになるからです。なのでクラウンを遺伝させたかったら、相手にクラウンもしくはヘテロクラウンを持ってないとね、子供として出てこないんですね。なんで基本的なベースの、おすすめのブリードの相手の選び方としては、まあヘテロクラウンを持ってるんだったらクラウンをとりあえず出してあげたいって皆さん思うと思うので、クラウンが入ってる子、ね、クラウンが表現に出てるクラウン、ホモ体の状態の子かヘテロクラウンの子で選んであげて、そっから、そのクラウンを色変えたいのかパターン変えたいのかどっちも変えたいのかっていう風に、さっきの、ね、カラーモルフ、パターンモルフっていうのをね、選んであげるっていう流れになります。と皆さんびっくりすると思いますが、ここまでが前半でございます。まあこれがね、僕のね、すごいざっくりとしたね、ボールパイソンのモルフの方向性の決め方になります。今のね、話が大前提として頭の中にあって、そこからプラスアルファ、相手をピックアップしていくときのね、考え方っていうのがあります。繁殖の難易度自体は、劣勢だろうが優勢だろうがね、やることは一緒なんで、あんまり変わんないんですけど、その出すまでに時間がかかる。ね、ヘテロが必要だったり、ね、ホモ体同士でかけないといけなかったりとかで時間がかかるんで、まあ劣勢っていうのは出しづらいですよね。あと皆さんね、僕からのこれはアドバイスというか、これに縛られないでねっていう助言なんですけど、うちの子ヘテロクラウンがついてるんでとか、ヘテロ 66% ヘテロゴーストがついてるんで検証したいんです。まあそういう相手探しをされてる方ね、結構いっぱいいらっしゃるんですけど、明確に例えばバットマンを出したくてそれを探してますっていう人はもう全然、いやバットマンかっこいいですからね、バットマンブリードできる相手をご提案するんですけど、なんとなくヘテロクラウンついてるからクラウン化しよう、なんとなくヘテロパイボールだからパイボール出そうっていう方が結構いらっしゃるんですけど、それ自体は否定したいんです。やっぱり劣勢遺伝子って、ね、すごい魅力的ですし、今ねヘテロ要するに表現出てない状態の子からヘテロ同士で組み合わせてね、劣勢遺伝子が出てきた時の喜びっていうのはね、すごい僕もわかります。ただね、そこに脳みそが支配されすぎて、なんかボールのブリードの視野が狭まるのはね、すごいもったいないなって見てて思います。例えばすごいね、魅力的なね、優勢モルフてんこ盛りの子が例えばいたとします。例えば GHI レオパードブラックヘッドいたとします。例えばファイアフライスポットノーズのヘテロクラウンの子がいたとします。でこの子だと多分ね、ファイアフライスポットノーズヘテロクラウンの子を持ってたら多分みんなどうしてもね、バットマンが頭をよぎると思うんですよ。ね、スポットノーズヘテロクラウンだからレオパードクラウン、レオパードヘテロクラウンと掛け合わせて、ね、ファイアフライバットマンだったりとか、ファイアバットマン、ね、バットマンだったりとか、クラウンのシングルだったりとかを狙いに行きたくなると思うんですけど、ね、ブリードって1年じゃないですし、ブリードって1匹だけで終わる話じゃないんですよ。なんで最初はもう明確な分かりやすいバットマンをもう目指すブリードをして、でその年でそのペアのブリードって終わりじゃなくて、例えばファイアフライスポットノーズヘテロクラウンの子がオスだったら別のメスにかけてもいいんですよ。1年目は、レオパードヘテロクラウンの子にかけたっていいし、別のメスにかけてもいいんですね。でこの時に別にヘテロクラウンを無視してブリードしても
僕はいいと思います。ヘテロクラウンがついてるからってわざわざクラウンのことかけないといけないっていうルールは別にないので、なんでその優勢同士のねモルフで組み合わせてもねめちゃくちゃかっこいい子生まれます。もう本当にいい子が生まれますっていう感じでね、優勢モルフさえ乗ってる、例えばこれがヘテロアーザンとパステルとかだったら、まあ出てくる子はねノーマルかパステルの 50% ヘテロアザンになるので、もう正直ね今飼育してる子と見た目は変わらないのでね、自分の可愛いペットたちがもう見た目に似てる子を産んでくれるっていう感じになるんですけど、みんな結構ね連絡いただくと結構ねヘテロにねがんじがらみにされてるなっていうのをね見てて僕はすごい感じてたので、もっと広い視野でブリード楽しんだらいいのにっていう、そのもっと楽しくやろうぜっていうのでちょっとね今回この動画回してるんですけど、僕なんかよくやります 66% ダブルヘテロとかね、ダブルヘテロ、デザコパイでデザコパイにはあんまり興味がないみたいなそういうブリードとかも全然します。なんでかっていうと優勢で乗ってるので、スーパー GHI モハベとか GHI レオパードスポットノーズが出たりとかみたいな感じでね、もうヘテロガン虫のブリードっていうのもね全然僕はありだと思います。優勢モルフがねいっぱい乗ってて、自分の好きな例えばキューターでもいいと思いますし、バンブルビーとかでも全然いいと思いますし、ね、ファイアフライトってもいいし、レモンブラスト取ったっていいし、ドラゴンフライ取ったっていいし、ジグソー取ったっていいし、キングピン取ったっていいし、ね、YB コンプレックスのハイウェイ、フリーウェイ、シルキーウェイとか、そういうの狙っていってもいいし、ね、優勢モルフだけのコンボでもね、ボールパイソンって魅力的なモルフめちゃくちゃいっぱいあります。ね、かといってね、僕がね、クラウン系のコンボ嫌いかって言ったらそういうわけじゃないですよ。クラウン系のコンボめちゃくちゃ狙ってブリードしてますし、デザゴ系のね、コンボね、めちゃくちゃ好きで狙ってブリードしてます。ただ、お嫁さん、旦那さん探すときに、せっかくね、一目惚れしてね、いいなって思った子を、わざわざね、お嫁さん候補、お婿さん候補から外すんじゃなくて、その劣勢にこだわらず優勢モルフでね、いい子を出せるかとかね、そういうポジティブな気持ちでね、モルフっていうのを選んでもらえたらなっていうふうに思います。ちょっと話しまとめます。僕のね、相手選びの基準としてはですね、出したいコンボがあるんだったら、ヘテロクラウンとクラウンとかね、ヘテロアルビノとヘテロアルビノとか、アザンとアザンっていう風にね、劣勢遺伝子、ヘテロでついてる劣勢遺伝子とか、もうすでについてる劣勢遺伝子を相手としてね、選びますが、別にね、その出したいモルフがね、そこじゃなかった場合はね、もうヘテロをガン無視して相手を選ぶことも全然ありますよ。むしろそれも楽しいですよっていうおすすめしますよっていう話と、今既存で飼ってる子がいて、その子の、ここのモルフの部分が好きで、ここのモルフを変えたいのか変えたくないのか、色を変えたいのか柄を変えたいのか、もう全然違う風にしたいのかっていう風に、考えてモルフの相手を選びますよ。で、まあ、そもそもその考えを自分の中で、持ちましょうねっていう話と、大前提として劣勢モルフが入ってて、それを増やしたいと思うんだったら劣勢モルフ同士というか、ヘテロクラウンだったらヘテロクラウン、もしくはクラウンとかけてあげる、ヘテロパイボールだったらパイボールかヘテロパイボールとかけてあげるよっていう風な選び方ですよっていう感じかな。まあ、それがねブリードアイテムね選び方のざっくりとしたポイントになります。まあ、要するに何を言いたいかっていうと、まあ、ヘテロそこまでこだわらなくていいよ、もっとね優勢で楽しむブリードは楽しいよっていうことをねお伝えしたかったのと、あと、パターンモルフ、カラーモルフ、どっちもカイロモルフっていうのがあって、今持ってる子、今飼育してる子を、何を変えたいのかっていうのを、ね、考えてモルフ選んであげると楽しいよっていうお話でございました。本当に長々と申し訳ございません。そんなわけでね、今回はね、ボールパイソンのブリードアイテム選び方の動画でございました。皆さんのね、ボールパイソンライフが楽しくなったらいいなと思います。それじゃあ、またねー。ご視聴ありがとうございました。当店の生態在庫状況は概要欄にあります。生態リストをご確認ください。チャンネル登録、LINE 登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またなー。